なら、くぎ、検証、結果イエーイ。何もなくてごめんなさい。皆さん覚えてますでしょうか。覚えてるかな。見たことない人のために説明しようか。そうだね。うん。お願いします。あ、でも寝てるんでまだ。すいませんね。ちょっとまた寝ちゃって起きてきたとこなんで。大変失礼いたしました。こちらなんですけど。はい。まあ今言った通り、はい、奈良とクヌギどっちが産卵するのか。っていう検証結果なんですけど、はい、まあ何かというと、はい、エロンガトスです。エロンガトスです。パリ二股のね。そうで、まあ一回とか二回ぐらい楽しくて、うん、僕が採卵しちゃったんですよ。楽しい、楽しくて、ね、採卵楽しいよこれ。そうなのね。そうだからね、ぜひともやってもらいたいっていうところと、うん、まあこれでね、うん、一応材も細くなってきたので、うんうんうん、繰り返し使ってるんですよ。うん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 。だから一旦ここで、うん、検証は終了ということで、はい、まこさんにこの楽しい採卵をやってもらおうかなと思いまして、はい、じゃあね、今日のトークテーマを皆様にね、応募していただいたトークテーマから引いていきたいと思います。これに決めた。茶色です。ブラウン。ブラウンモーニングリポート。すごいなんかあれだよね。どうでもいいことをすごいなんか無理やりテンション上げて喋ろうとするよね。だって寝てんだもん。起きなきゃ。トラさん、マコさんの子供の頃はどんな子だった？ビートッポ様より。はい、では。トラさん、マコさんの子供の頃はどんな子だったをトークテーマに、エロンガトスの採卵ですね、割り出し、そうですね、をしていきたいと思います。それではレッツゴー。やるよー。はい、はい、じゃあね、まず、うん、お父さん見ます。お父さん見たい。あー、いたいた、目の前にいた。エロンガちゃん、もうびっくりさせてごめんね。おとうてんです。うひょー。おとうてんかっこいいんですよ。もう足も赤くてね、こんな感じで体も赤いんですよ。ゼリーがビロン。めちゃくちゃかっこいいね、この顎といいさ、いい色といいさ。エロンガってね、独特な匂いするんだよね。ケース入れとくと甘い香りがするよね。甘くはない、私にとっては。いいわ。怒ってる。ガン来た。そう、はい、今のところ取れたやつは、うん、正の字を書いてるんですけど、ね、あ、なるほどなるほど。そう、うんうん、で、うん、もう、はい、先に産んだ子たちはもう、うん、続々とね、うんうんうん、孵化しております。孵化してますね。かわいい。結構時間かかったね。うん、うん、じゃあちょっとやっていきましょうかね。はい、じゃあ上の段やりましょうか。了解です。で、時間かかっちゃうんでね、うん、まあ上の段やったら最後、うん、動画外でやって、うんうん、結果発表にしましょう。 OK です。それから、それから、はい、じゃあ教えて。そうだね。うん、こんな状態なんですけど、もうかなり、すごいね、ボロボロじゃん、うん、かなりかじってますね。で、こっちがクヌギかな。うん、クヌギって書いてある、うん、で、こっちがナラですかね。うん、どっちか。じゃあクヌギからいってみましょうか。クヌギね、うん、ね、うん、ピンセットあるじゃないですか。ピンセット、ピンセット、これですね、100円均一だ。そう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 、ダイソーさんかな、セリアさんかで買った、うん、はい、これでね、うん、ちょこちょこ取りながら、うん、フーフーしながら取るんですよ。わかる？今の説明。わかったよ。わかったわかった。どの辺が怪しい？こういうところってこと？かじってるところは全部怪しいと思うよ。いいねいいね。で、子供の頃どんな子供だったんですか？喋れんくない？これ。ずっとフーフー。
人で喋ってもらわないと無理っすね、これ。僕が子供の頃は完全にガキ大将でしたね。聞いてる、うん、校長先生にも何か言われたんでしょ。そうそうそう、不器用か。怖いんだよ。そう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 、潰しちゃうといかんで怖いんだって。確かにね、ここ絶対おるよね。絶対いる。それは、ここはちゃんとね、埋め戻してるからね。1個取り出すのにこんな時間かかる。いや、私ほんと財めちゃめちゃ時間かかんだよ、ごめんね。皆さんこれ1時間以上の動画になりますよ。やば。ずっと夫婦言ってるだけ。怪しい動画だよね。あった、わかるかな、ここ。ちょっと待って、酸欠フラフラしてる。ありました、ありました、ここです、わかる、うん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 、出た、出ました。一つやっとこれです。楽しいでしょ。うん、疲れる。しんど、これしんど。いやでもね、超楽しいよ。楽しいでしょ。超楽しいです、うん、いや綺麗ですね、トラシ、ありがとう。ここでいいですか。はい、いいです。子供の頃はどんな子供だったんですか。どんな子供、遠慮してたかな、結構欲しいものをねだりしなかったりとか、うん、うん、あの語ってて、自分の子供の頃を。一番興味ないでしょ。トラは興味ないでしょ、そんなに。あ、そう、なんだろう。あ、でもね、結構ね、おちゃらけてたよ、うん、あの白鳥玲子でございますっていうドラマが流行ってたんだけど、昔。懐かしい。そう、あれのモノマネって結構なんか親戚の前でやったりとか。お嬢様のやつ、ね、そうそう、おーほほーとかやってやっとったよ。硬いところが出てきた、うん、ないかもしれん。ショッキング。近っ、あった。結構、ね、あったから夫婦やるゲームじゃない。ある、ここに見えてる、うん、見えてる見えてる。この人ちょっともうすぐ孵化しそう、結構でかい、うん、いいね。あのね、ナウシカになりきってた、そういえば。出た、またナウシカ。そう、なんかコメントでトラ君もナウシカ見なさいって入ってた、入ってたね、うん。なんかさ、男の子でさ、アリとか踏んづけてる子とかいるじゃん、うん、ああいう子を見るともう胸が痛んだね。だからなんか死にそうになってる虫とか、うん、なんかここにいたら踏まれちゃいそうとか思うと、うん、もうそっと茂めに逃がしていったりとか、逃がしに行ったりとか。ルン君はその血を引き継いでるんですね。そう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 、蚊が止まってたらもう全部吸ってから逃げないよみたいな、そういうタイプだった。だからもうナウシカの人生を歩みたいと思ったね。憧れはナウシカだった、あの強くて、その何だったっけ、そのものは、そのもの、青き衣をまとい金色ののに。めっちゃありそうなんだけど。あった、ゴロゴロ出てくる、楽しい、めっちゃ楽しくない、これめちゃくちゃ楽しい。ほら、こうアリンゴーン。デリンゴーン、デリンゴ、アリンゴ、デリンゴ。こちらへゴー。楽しそうよ。よかった、めっちゃテンション上がってんじゃん。楽しかった、出てくるから。よし、次ここだな、絶対俺やろ、ここ。え、かじっただけか、かじっただけや。まあそういうのもある。面白いね。あ、ここやな。あー、そう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 、これは分かりやすいでしょ。うん、スカかな、これも。こっち側かな、こっちだな、スカ。
って言わない、うん、言うけどなんか古いんだよね古いこっちかフーフー言っとるけどもこんなもんかドラシ探したくなっちゃうでしょわかる目残しがありそうで目残し見落としってことか要はちょっと知らない目起こしを知らないから目残し起こしちゃうか OK オリジナルグッズ概要欄からゴーゴーじゃあ奈良を行きましょうかかわいいあっ危ないお母さんごめんお母さん足赤いねうんめっちゃ赤いやん綺麗ねよしまだまだ元気ですねまだまだ元気ですねここだなあそれはそこはあるわ硬いいや意外と硬いんだってそこからボコンと取れる時があるそれがめっちゃ気持ちいいで中空洞になってるそうなんだ本当だある絶対あるすごい分かりやすいよね私の心理分かりやすいいけーってなるもんあった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 取れたなんか耳かき的感覚じゃない？わかる。ほんとそう。そこもありそうだね。ありそう。見てる人どう思うかわかんないですけど、うん、めっちゃ面白いですよ。地味だけどね、楽しいよね。これね、めっちゃ面白いですよ。やってる方はね。わかる。これはね、ほんと耳かき的な感覚だよ。うん気持ちいいボロンと取れるでしょそう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 で空洞の中からお宝が出てくるみたいなあ、ありましたほんと宝探し、うん、なんか目星をつけてでしょう、うん、めっちゃ楽しいんですよこれおすすめ産んでるねかわいいかわいいガチャンまだ元気だね全然元気元気もっと産もうかまだまだ埋めるぜもうめちゃくちゃ元気じゃんめちゃめちゃ元気よ子供の頃トラはジャイアンでしたなんかでもさいいジャイアンだよねあの私が聞いたのはさ、うん、言っていいのかなこれあのおじいちゃんがお店をやってて、うん、そこのレジからお金を出してそれでみんなにあのお菓子とかを買ってやって配ってたみたいなやめとけジャイアンだったら奪う方だけどさ与えるジャイアンだなと思っていいジャイアンやダメだけどリーダーは金がいるんやこれ幼虫になったら中に入ってっちゃうのかそうなんじゃないだから最終的にはもうこれであのセット組まないってなったらこれをこのままマットに一旦埋めちゃうよねうーん埋めちゃってまあ1ヶ月半ぐらい経ったら割るうん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 ただこうやってこまめに取ってるとどんどんまたその表面に産んでくからねすごいね習い事何してた習い事はねソロバンと、うん、スイミングうんうんかな習字はあの列車をお菓子に変えてましたやばいやつマジでやばいやつ言ったふりしてましたひどい自分の子だったら激怒だよねあったよほら見えるもうちょっとうーんもうちょっと掘った方がいいかいいね膨らんでるよそれももうすぐっぽいねだねあーいいとこ見つけただよねそれはいいとこ見つけたあもう見えたほら
気持ちいい。超気持ちいい。気づいちゃった。この楽しさ。超楽しい。やばみ。楽しいでしょこれ。めちゃくちゃ楽しい。本当にね、二股ちょっと皆さん挑戦してほしいねこれは。これはね楽しいよ。うん。この楽しさを伝えたい。ね、すっげえ伝わりにくいと思うんだけどね。これね伝わらないんだわ。だからね、伝わるかな。本当に気持ちいいよこれ。いやここでしょ。どう見てもここ。いやいやここの奥に絶対いるからちょっと待っとって。いそう。でしょ。あたーイエーイ。ほら見ろ。ほら来た見ろ。これか過去一地味だよね。過去一地味だなこれは。地味なんだけどやってる本人たちは楽しくてしょうがない。そうなんですよ。まだやりたい、まだないかっていうね。でしょう。うん。はぁ、取れた。はぁ、喜び。超楽しい。これずっとやっとれるでしょ。これはね、ずっとやってられる。首と腰が痛くならなきゃずっとやってられるわ。うん、動画的には、大丈夫じゃないですけどね。大丈夫じゃないですね。ごめんなさいね。ずっとこうしてるだけだもんね。うん、動画外作業にしますか。そうしますか、あとは。うん。うん、ヨネちゃん TV。結果発表。なんかピシってなった。やめてこうやってずっとこうやってやってるからね。来るよね、ちょっとね。前のやつも足す？そうだね、もうこれで一応、うん、そうだよね、この検証は完結ということなので、はい、今日はくぬぎが 1,2,3 だったから、うん、1,2,3,4,5,6,7、うん、奈良が7、くぬぎが3。なるほど。で、トラくんがこっそりやってたやつは、うん、くぬぎが8、うん、奈良が20。奈良圧勝。奈良の圧勝です。すごい ね、 ね、このエロンガちゃんはこの奈良がお気に入りでしたねっていうことだね。うん、まあ、どっちにも産んでますけどね。どっちにも産むし、うん、でもこの奈良材がすごい柔らかいやつだったよね。そうだね、あの桑形村さんの、うんうんうん、それなんかそういうのもあるかもね。クヌギでももっと柔らかいのだったらもっと産むかもしれないし、うん、あるかもしれないけど、今回は奈良がお好みでしたね。だね、うん、まあ、それも発見ですけど、まこさんにとって、はい、この二股の採卵めちゃくちゃ楽しいって大発見じゃないですか。いやこれは楽しいわ、うん、二股皆さん楽しんで、うん、かっこいいだけじゃなくて採卵楽しいとか最高なんだけど、一回チャレンジしてみてくださいね。うん、結構聞くのはね、二股難しいとかさ、うんうん、二股苦手とか聞くんですけど、うんうんうん、そうでもないと思います。何があれなんだろうね、その材選びが難しいからっていうことなのかな、うん、けどまあお店に行って二股とかで使える材をくださいって言えば多分大丈夫だと思いますけどね。うん、柔らかめのやつください。買いに来てるからね、うん、難しいっていうこう固定概念で食わず嫌いの方はやった方がいい。あ、確かにね、うんうん、やったことない人はやってみたら楽しいからね、うんうん、いいですか、以上で、はい、はい、楽しい楽しい採卵結果は奈良でした、うん、はい、面白いね、やってみるもんだね。だね、うん、大差だったからね、うん、そうだね、うん、今回は大差でした。はい、という感じで今日は、動画をおしまいにしたいと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録ボタンをクリックでヨネちゃんファミリーへようこそ。 Twitter、Instagram などもやってますよ、そちらもよろしくお願いします。今日はもうおしまいだよ、バイバーイ。お父さん、実は爆散ですよ。確かに。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。